平成30年2月21日、阿蘇市黒川の阿蘇農村公園アピカで、熊本県の防災ヘリコプターと地元消防の合同による林野火災消火訓練が行われました。訓練は、阿蘇農村公園アピカ近くで大規模な林野火災が発生したという想定で行われ、まず、阿蘇広域消防本部の署員や地元消防団員らが地上から消火に当たりました。地上からの消火が困難なために、県の防災ヘリコプターの出動を要請。ヘリコプターは300リットルの水を入れたバットを吊り下げて火災現場へと向かい、空から水を落として消火に当たりました。この訓練は、大規模な山火事などが発生した際、地元消防と防災ヘリとの連携強化を図り、迅速な消火活動ができるようにと行われたものです。この日の訓練には、阿蘇広域消防本部、阿蘇市消防団、熊本県防災消防航空隊から40人が参加して、本番さながらに行われました。参加した消防団員らは訓練終了後、県の防災ヘリコプターを見学。消防航空隊長らから、ひばりについて話を聞いていました。